さあ今週も始まりましたニキビ目安箱。ティーンズの大きな悩みであるニキビを正しく解決していこうというコーナーです。今週も化粧品ブランドレスタンスの安子内さんにお付き合いいただきます。よろしくお願いします。今回もアメリカ村にいる人たちにニキビに関する悩みの声を聞いてきていますので、それでは、こちらの VTR をどうぞ。私は肌が弱いんですけど、でたまにニキビとかできたりして、でも日焼け止めって夏に塗るじゃないですか。その日焼け止めとかって塗って大丈夫なんですかね。はい、ということでね、確かに、はい、日焼け止めをニキビのところに塗るのは、うんうん、確かに負担があるだろうなと思うんですけど、やっぱこの時期は日焼け止めは欠かせないじゃないですか。そうですね、うんうん、どうすればいいんでしょうか。そうですね、やっぱりニキビのこう腫れてる部分に、はい、こう、まあ、ちょっとオイリーっぽいような日焼け止めってすごくこうなんか負担があるんじゃないかって思うと思うんですけど、はい、実は、ニキビ部分は、はい、日焼け止めを塗ってほしい場所なんですね。塗ってほしい場所そうなんですか。はい、で、それは、はい、ニキビ のできている部分っていうのはこう肌の、炎症を、はい、促進させる、はい、そのポルフィリンっていう、うん、ちょっと聞き慣れない成分があるんですけど、はいはい、それが、まあ、存在してまして、はい、で汗とか皮脂とかと一緒に、うん、それが、まあ、肌の中からこう分泌されてるような状態なんですね。なので、はい、それは別にみんなそれは普通に出てるものなんですけど、はい、日差しに浴びてしまうと、うん、どうしてもそのお肌の炎症を悪化させるっていう、うん、まあ、ちょっとそういう特徴があるので、はい、そのまま例えば日差し浴びちゃったりすると、うん、ニキビがかえって悪化したりとか、うん、例えば、春から夏場紫外線が多い時にニキビが悪化しやすい人、まあ、うん、できやすい人っていうのも、はい、結構な割合で多くいたりするんですね。じゃあ逆に日焼け止めはつけた方がいい。つけた方がいいですね。じゃあどういう、うん、種類の日焼け止めを使ったらいいんですか。うん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 、そうですね、で、まあ、3つポイントがあって、はい、まず1点は、よく出てくるノンコメントジェニックテスト済みっていうのがあると思うんですが、はいはい、そういうふうにちゃんと書かれているものを、はい、パッケージとか見て選ぶこと、はい、うん、で、2点目は、はい、なるだけこう肌の上に油分がオイルが残らないような、はい、ものを選ぶこと。でそれはパッケージとかに、はい、例えばオイルフリーであるとか、はいはいはい、揮発性の、オイルを使ってますとか、そういう記載のものがあると思うので、そういうものを選んでほしいっていうところと、はい、最後に、はい、なるだけこうベタつきがない、うん、こうさらっとした感触のものを選ぶこと、はい、どうしてもちょっとベタついてると、はい、こう触っちゃったりとか、うん、なんか気にしてしまうので、はい、そういうのはない方がいいですね。で私たちレスタンスの方では、まあ、何度も出てきちゃってるんですが、はい、このエアベールリキッドをおすすめしてます、はい、で、まあ、UV カット SPF29PA++ なので、はい、まあ、この時期の日中の日差しっていうのはちゃんとカットできます。で、特に、まあ、これカバータイプとクリアタイプって2種類あるんですけど、アスカちゃんに使ってもらってるのは、はい、カバータイプなんですけど使ってましたクリアタイプの方は、はい、まあ、カバータイプもさらっとしてるんですけど、はい、さらにさらっと、うん、してます、はい、で、まあ、ほんのりこう肌色っぽく、はい、こう、うんうん、ちょっとにミルキーな感じ の、はい、色なので、はい、サラサラっとして使いやすいのと、伸ばしてもらうとさっき言ってた揮発性オイルがこう、はい、飛んでいく感じで、でもうサラサラっと、はい、おとしてます、はい、なのでこういう感触のものを、はい、例えば通勤とか通学とかの時とかに使ってもらったり、うん、あるいはちょっと外で結構なんかスポーツとかする時とかには、うん、なるだけちょっと使ってほしいなっていうふうには思いますね、はい、はい、
このコーナーではキスナーの皆さんからニキビに関するお悩みを募集しています。キス FM のホームページからリクエスト&メッセージをクリック、番組名ティーンズボイスを選んでいただくか、アメリカ村 TV の動画再生ページからお送りください。待ってます。